5号艇山口哲司選手です。準優勝戦2着争い競り合いとなりましたが、いかがでした？そうですね、今節で一番乗りやすかったですね。あ、なるほど。では準優勝戦の足が一番いい感じではありました？そうですね、乗り心地は一番良かったですね。伸びや出足などに関してはいかがでしょうか？そうですね、波ですね。波、はい、明日何か上積みを図るような調整作業は考えていますか？もう今節はずっと乗りにくいんで、はい、まあ、一番乗りやすい状態をちょっと探してペラ叩きますけど、では準優勝戦ぐらいの乗り味があればというところですかね。もうちょっと上乗せ欲しいですけど、具体的にはどのような作業を？もうプロペラ1本で、はい、またスタートについてはコンマ2号のスタート準優勝戦だったんですが、いかがでしたか？もうちょっと行ったと思ったんですけど、まあ、ちょっと暖かいんで行き足悪くて。なるほど。今節ずっと思ったより勘よりちょっと届いてないような感じですかね。いや、もうスタート感悪いんで行けてないだけですね。明日はもう少しは踏み込みたいなと。そうですね、松江次第ですね。なるほど、はい。また明日5号艇となりましたが、コースはどのように考えていますか？まあ、とりあえず枠番通りですけど、まあ、出たとこ勝負でどこになるか分かりません。はい、では最後にですね、地元代表といたしまして明日の優勝戦向け一言お願いします。まあ期末ですので、最後ちょっと一本狙って頑張ります。